若い騎士の肖像は、ビットオレ・カルパッチョが1510年に、キャンバスに制作したテンペラ画で、マドリードのティッセンボルネミッサ美術館に所蔵されている。この作品の存在が知られた歴史は、比較的浅く、1919年の時点では、ヨークシャーのバーノン・ウェントワースのコレクションに入っていた。同年11月3日、ロンドンのクリスティーズで競売にかけられ、 ロンドンのサリーのコレクションが購入した。その後、ニューヨークのオットー・イチ・カーンのコレクションに入ったが、1935年の時点では、ハインリヒ・ティッセン・ボルネミッサ男爵の所有となって、ルガーノにあり、1992年からは、マドリードのティッセン・ボルネミッサ美術館の所蔵となっている。描かれた若い騎士は、前傾に立ち、足はしっかりとコンパスのように開かれ、今にも、 剣を引き抜こうと構えており、背景にはフランドル絵画を思わせるような細部にまで最新の注意が払われた風景が描かれている。後景には甲冑をつけて騎乗した別の騎士が堅固な城壁から出てくるところが描かれ、その壁には守護する馬をた切った木製の標識が掲げられている。若い騎士の近くには犬がいるが後景の騎士が乗る馬に続くように、 もう一匹の犬が出てくる。描かれた動植物は何であるかが完全にわかり、動物では犬のほか純潔と完全性を象徴する、お古女、鹿、節を象徴する孔雀、ウサギがあり、また多数の鳥が空中や右手の水辺に配されている。左側の地面に置かれたカルテリーノには、マドモリ、クバム、フィードリと書き込まれており、 この誰かは分かっていない騎士の美徳を表している。ここに描かれた若い騎士が誰であるかは、長く議論されてきた。ウルビーヌ公フランチェスコ・マリア一世、デッラ・ローベレとする説と、ナポリオ・フェルディナンド二世とする説が有力である。より最近では、ベネツィア共和国の貴族で、モレアのメトニの要塞指揮官だったマルコ・ガブリエルとする説もある。この説によると、 カルパッチョに政策を移植したのは、おそらくは、コローニの要塞指揮官で、サンジョルジュデリスキアボーニ同心会の理事でもあったパオロ、バラレッソの提案を受けたガブリエル家であり、その目的は、1500年のオスマン帝国による、モドネ包囲の間、そしてその後、捕虜となっていた間、臆病者とそしられていたマルコ・ガブリエルの名誉を、回復することであったとされる。マルコ・ガブリエルは、 オスマン軍によってコンスタンティノープルへ移送され、1501年11月4日に残守されていた。ありがとうございます。